はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。じゃーん、はい、今日はこちらですね。うん、スナックアルトのフェアリポンブラックとジャラホルダーのヴィンサントバージョンとトリジャラボックス第2弾です。はい、ということでこちらは2017年9月16日発売の、スナックアルドの新しいおもちゃだね。はい、といってもフェアリボンは前のものとほぼ同じかな。うん、このジャラーホルダーも一緒だね。はい、中に入ってるスナックとジャラが違うだけ。うん、トリジャラボックスに関しては、お店で2個しか買えませんでした。ありゃ、1人2個までということだったので、うん、2個だね。じゃあそれぞれ開けていきましょう。うん、はい、まずこちらがフェアリポンブラックだね。うん、基本的には色違いのフェアリポンってだけかな。でもかっこいいね。かっこいいっちゃかっこいいんだけどね。うん、同じ商品をまさか出してくるとは思いませんでしたけれども。はい、はい、ボタンを押すとまた音声が鳴るようになってます。うん、はい、でスナック出てきてますね。はい、これがおお、グレートレア、グレートレアのボジョレーが入ってましたね。はい、かっこいいねこれ。うん、いい感じ。ドラゴン、うん、ジャラが、せーの、はい、おこれがクリアサタンブレードだね。うん、かっちょいねこれね。うん、ここにドクロ書いてある。そうだね。で、真ん中のパーツがちょっとクリアになってるのかな。うん、すごいいいじゃんこれ。すごい。痛そう、当たると。うん、はい、そしてこちらがジャラホルダーのヴィンサントバージョンですね。うん、これはちょっとコウモリっぽいデザインになってるね。おー、うん、かっこいい感じだけど、パパはどっちかっていうと前の木っぽい方が好きかな。僕はやっぱこっちの方が好き。こっちの方がいい。これデザインがかっこいい。かっこいいね、確かにね。うん、そしてこちらにもジャラがついてきてますので、うん、出してみましょう。おお、サタンブレードが出てきてるね。うん、これはさっきのとちょっとやっぱ違うね。うん、こっちがクリアでこっちが普通だからね。そうだね、黒と赤、うん、サタンって感じ、ちょっと怖い感じでね。やっぱこれで叩かれると痛そうだ。そうだね。はい、続いてトリジャラボックスの2段開けましょう。はい、ね、2箱しか買えなかったからね。うん、これはもう運だ、運だね。ジャラが欲しい。うん、あ、またまたフィギュアがついてきてるぞ。本当だ。あ、今度は白い。うん、まあ、フィギュアはちょっと無視して中開けちゃいます。お、ジャラっぽい。お、僕スナックっぽい。あ、嘘。ジャイシン君から開ける。うん、はい。お、あ、ジョニー骨皮だ。せーの、と、あ、あ、これは盾だ。ヘイシン君が出たスナックはこちらでした。うん、ジョニー骨皮。そうだね、これはレアかな。そうだね。うん、これよくジャラ捨てて出るよね。あ、出る出る、よく出るね。うん、そして私が出たのはこちら、ホリデーキャットシールド。おい、うん、これはプチレアだね。うん、うん、これはまた可愛いよ。おー、ね、すごい、よくできてる。うん、はい、じゃあせっかくなんでフェアリポンブラックで聞いてみましょう。はい、ジョニー骨皮。はい、意外とかっこいい声だった。ポジョレーって。はい、じゃあジャラ読み込んでみましょう。まずはホリデーキャットシールド。はい。サタンブレード。はい。これなんてブランドなの？ファントム。ファントムか。うん、なるほどね。ではクリアサタンブレードも一応聞いてみましょう。はい、はい、ということで今回はスナックワールドのフェアリポンブラックとジャラホルダーヴィンサントバージョンとトレジャラボックス第2弾で
でした。はい、ということで今日の動画が面白かったので気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで、ドリジャラボックス2弾の動画は、届き次第またバイバイやりたいと思います。ということで今回は以上でございます。バイバイ。